ちら木工原です。屋根まで伸びてますね。やばいですね。はい、今日はね、剪定していこうと思います。ここから手をつけましょうかね。計画としては、ね、伸びた枝ですね、あれを生かしていこうと思います。見てください、ここにね、シュートも出てるんですよ。シュートも、はい、全部咲かしたら大変なことになりますので、古い枝切ってね、新しい枝を、はい、つけようと思う。シュートの枝ですね。これに花が咲くと思うんですけどね、きっとね、古い枝はあらかた切ろうと思います。こんなに切ってまいりました。ちっちゃくなりましたよ。ここですね。そしてここ、はい、そしてね、そこにシュートが2本出てるんですよね。はい、もう来年はね、これで咲いてもらおうと思います。花水木ちゃんのね、迷惑になったらいけませんのでね。ここで良くなるかな。大量に出ましたね、枝が。こちらの花水木、もうすぐ咲くはずです。花水木の、この大きな木になっても3メートル以上、4メートル近いかな、あのてっぺんまでありますから。こちらにね、白い木工バラ、木工バラの白は香りがあるんですよね。いいかなと思ってしたんですけども、木工バラも、まあ、手間がかからない分ね、ピュンピュン伸びるんですよね。樹勢が強くて、去年の夏ですね、剪定をしたんですけど、またまたこんな状況ですね。まあ、垂れて咲くのでね、場所があるお家はいいと思うんですけどね、なんせこう狭いですね。なのでね、これもちょっとね、ここでちょっと切ろうかな、この辺で切ろうかな、それともくくろうかなと思っています。こちらは木工バラです。上の方の子はね、ちょっと垂れてもらって、下の子の方はね、ちょっと巻いてみようと思います。こちらのね、花水木の足元に巻きます。巻きつけてきました、このようにね、はい、下の方はね、細くなったんですけど、上の方はね、ちょっとこう自由な感じにしてみました。もうね、花芽がついてるんですよね、ほら。今日は3月22日、もうね、木工バラちゃん咲きそうですよね。ギリギリセーフだったかな。